この配信は19時までやります。この配信はですね、そう、19時まで。皆さん、今日のお昼に発表、今日のランキングが発表されたんですけど、6位となってしまいました。1個ランクダウンしてしまいました。し、そう、このナイーブさんのイベントが5位のか1位から5位の方、5位のメンバーが、あの、入れるんですよ。そうで、1位を目指してますし、絶対5位以内に本気で入りたいと思っていますので、31日まで応援してくださったら嬉しいです。お願いします。もう最後まで、出して挑みます、うん、ナルトさん映ってる、映ってる。フネタワーありがとうございます。待って、映ってなかったか、もう一回スクショしてく。ナルトさんありがとう、ピュンピュン、ありがとうございます。今ね、仕事終わって帰ってきて、かけてなかったタワーのお礼とか全部書いた、昨日の、載せますね、またストーリー。皆さんありがとうございます。成田さんありがとう。なんかこの目標にしてる1位とか、その選抜に、ショールーム選抜入って活動したいっていうのも、あの、大きいあれなんですけど、だし絶対入りたいし、全く諦めてないんですけど、あの、このイベントに参加したこと自体がなんか意味があるというか、久しぶりにこうしてこういうイベントに参加して、皆さんとの時間が増えたり、皆さんとの時間が増えたのもあるし、ショールームこの期間に初めて見てくださったりとか、この期間に知った方とかもきっといらっしゃると思うし、目指してるし、絶対絶対入りたいし、全く諦めてないですけど、このイベントに参加して配信して皆さんと過ごした時間にすごい意味があるなと思いました。絶対入るぞ。キヨさん、ベアタワーありがとうございます。ベアありがとう、ベアベアありがとうございます。まだ終わってないですよ。そうですよ。そうですね、
皆さん SMS 連携をお忘れなく。この名前のアイコンとかに緑のマークがなかったらできてなくって、そしたら星とかカウントとかが反映されなくなっちゃうので、ランキングに。もうそれだけは絶対によろしくお願いします。こんばんは。今日ね、じゃーん、じゃん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 、たらー、差し入れでパンをいただきました。イエーイ。食べます。これただのパンだと思うじゃないですか。めっちゃおしゃれでめっちゃ美味しそうなパンだったんですよ。これを食べます。私はもう見ました。やばい。これオープン。じゃーん。集合体苦手な人は薄めで見てください。遅かったかも。じゃーん。すごーい。なんかフランスパンみたいになったんやけど、間にチョコのつぶつぶがめっちゃついてる。そう、うん、たわ。風神雷神さん、パシッ、船タワーありがとうございます。藤井ラジさん、ありがとう、ありがとうございます。イクラの醤油漬け、イクラの醤油漬けじゃないんよ。そう、超美味しそうじゃろ。なんかめっちゃいろんな種類があって、このチョコじゃないバージョン、なんかあんこ、バターあんこみたいなやつ、あ、バター、何だっけ、あの超王道のめっちゃ美味しいやつ、バター小豆みたいな、なんだっけ、とか、あと、あ、あんバター、そうよそうよ、あんバター、あんバターとか、あとはあの白いやつとか雑、あとクイニーアマンみたいなのとか、いろいろあって悩んだんですけど、でもこれはちょっと食べたいと思ってこれ選びました。食べます。いただきます。あ、これうまっ。うん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 、美味しすぎてちゃんと向き合って食べたい。マジで美味しい。え、びっくり。なんか中も、中にチョコクリームが入ってるんですけど、え、なんかマジでびっくりした。食べた瞬間からめっちゃ美味しくて、めっちゃ濃厚ですし、もうチョコギュッて収めましたみたいな感じのクリームで、あと上のも食感が全然違くて、なんかいろんな食感があってマジで美味しい。美味しい。ちょっとこれ美味しい、美味しい。そのパン屋からいくらもらったのってコメントがあった。
もらっておりません。確かに私がショールームでこんなにちゃんと食レポするのは珍しいかも。美味しさ伝わりました。めっちゃ美味しい。これ福ちゃんも食べてたよ。福ちゃんもこれだった。福ちゃんもこれ選んだんかな。そう、一緒の仕事だった。昔はもぐもぐ配信してませんでしたよね。してなかった。なんでしてなかったんだろう。なんでしてなかったんかいね。理由ないんだ。いや、なんか多分その時は普通に理由あったんですけど、なんとなくこだわりがあったんだと思うんだけど、あのなんか普通にあの噛んでる時にあのあれよ、すごい私食べるのが遅くて、ほんとめっちゃ噛むんですよ人より。多分それで沈黙になるのも嫌だって思って出た気がする。咀嚼音聞かれたくないけ、咀嚼音は まあ、できれば聞かれたくないけど。まあそれはそこまであんま考えてなかったかも。そう、たくさん噛みますね、なんか癖で。これは遺伝ですね、間違いなく。まえちゃんとなんか麺類よく食べるんですけど、麺食べよるときになんかじーっと見られとって、なんかと思ったら何回噛むか数えられとった。もうそれ以上噛まなくていいんですよって言われた。私本当に待たしちゃうんですよ、大体そういうご飯食べとるときとか。でもこの前家族でラーメン食べたんですけど、私よりお母さんの方が遅くて、久しぶりに人を待つ感覚をしたし、あの私お母さんの遺伝だったんだって思いました。お母さんはね本当に食べるの遅かったし、本当に遺伝だと思った。そう、私より上を行く人がいました。麺はすすらない、なんかすすれなかったんですよ昔。そう、麺すすれんくて、でも麺すすって食べるのがすごい憧れがあってかっこいいと思って、で練習しようとすすれるようになりました。うん、やんちゃおじさん船たまありがとう。ありがとうございます皆さん、本当に本当にありがとう。ありがとうございます。ありがとう。電源でミニラーメン作る人、そう、すすれるようになる前はこのレンゲにミニラーメン作ってパクって食べてました。かハムハムハムみたいな、スーってすすれんかった。でもラーメンはなんかすするじゃないですか、なんか公式的な食べ方が。そうじゃけんすすれるようになりたいと思って。女子の食べ方、そう、そのレンゲにミニラーメン作って食べるっていうのもすすれるようになりたいっていう気持ちになる前、小学生ぐらいの時にあのソレイユっていう大きいイオンモールがあるんですけど広島に、そこのフードコートでラーメン食べとるお姉さんを見かけたんですよ。でその人がレンゲに、全然知らない人なんですけど、これめっちゃ覚えてる、なんかレンゲにちっちゃいミニラーメンみたいなの作って
パクって食べよって、それ見た時にえなんかめっちゃいいと思ってそれで真似したのがきっかけでそうやって食べるようになったんですよ最初。でももうすするのに憧れるようになって練習して食べれるようになった。あと私鼻も噛めなかったんですよ、あのティッシュでふんってさ思いっきりやるじゃないですか。なんか噛めるっちゃ噛めるけどすごい苦手だったんですね。それも克服しました。筋力足りてなかったそうなのかも。そうまだ克服できてないものある。なんだろうな、克服できてないというか克服の仕方がよく分からんけど、苦手なのは飛行機さ乗って耳キーンってするやつ、高低差で、あれ本当に苦手ですね私。でも最近全然なってなかったんですよ、飛行機乗ってもその耳キーンってするやつ全然なっとらんかったんやけど、仙台から広島に帰るときに久しぶりになって、それにでも終わったって終わってそう、でもそれは軽い耳キーンだったけん何もせんくてもねちょっとしたら治った、よかった。うん、西さん船タワーありがとう。ありがとうございます、ありがとう。昨日のタワーのお礼はこの後載せますね、ストーリーに。皆さん本当にありがとうございます。うん、ふん、有名なんかなこのお店。取りたい、取りたい、そう今向き合ってたところ純異文、純異文、純異文ベーカリーマジで美味しい。なんかこのお店の回し物みたいでやだけど美味しい。多分50終わった、ありがとうございます。カウント皆さんぜひよろしくお願いします。うん、釣り犬さん船タワーありがとう。釣り犬さんピュン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 、ありがとうございます。ありがとう。ちゃんと忘れるところだった。ちっちっちっち忘れるべからず。CM を狙おう。あ、このパン屋さんの。ほんまにまた食べたいです。これめちゃくちゃ美味しい。あ、そういえばまだ見てないんですけど、PR 舞台のあの LINE グループにパセリから TDC の東京のグルメの LINE が来とって、さっき楽しみ、早く見たい
そうそうそう、沖縄の振り替えが、振り替えリベンジ1月28日に決定しました。本当にあの時は皆さんが沖縄に到着したよっていうぐらいでその中止の発表があって本当に申し訳なかったんですけど、よかったらぜひ沖縄リベンジ来てくださったら嬉しいです。配信間に合った、うん、ありがとう。そう、1月28日、お、ちょうど1ヶ月後ぐらい、今日27よね、1ヶ月経っちゃったが、仕事中なのにがっつり見てるありがとうございます。今日のメイク色っぽい、ほんまに今日はなんか自分でメイクやったんですけど、多分チークがいつもより濃いかも。メイクさんがチーク撮影中とかに足してくださってて、それでちょっと変わったかも、うん、皆さんギフトありがとうございます。本当に今日順位が第6位で、まだ2日目の順位だけど、されど2日目だと思うので、本当にあと差もね、どんどん開いたり縮まったりいろいろしてて、巻き返したいです。皆さんいつも応援本当にありがとうございます。ですね、まだまだここから、今日はあともう12時まで1時間に30分ごとやっていきます。なんかね、いろいろ買えれるようにアクセサリーもちょっと持ってきたんですよ。じゃけんアクセサリーつけたりしていこうと思います。ちょっとへこんじゃったかと心配してた、正直もうどえりゃへこみましたけどうん、でもこの配信を楽しみながら、私がしょぼんとしてたらダメだなと思ったので、前向いて進んでいくぜ精神でそう、最終日まで行きたいと思います。前のめっていこう、
そろそろ時間だ。早い。ナイブになっちゃダメやで。うまい。ならいいやで。ありがとうございます。ナイブいて頑張るぞ。アピール。ハーフアップアピール。それではお礼をさせていただきます。20位教師さん、19位だるま相当さん、18位鎌倉殿さん、17位豊さん、16位のんたさん、15位テアパイラトさん、14位ジムジムさん、13位ニンニンさん、えすごい、12位カミカミさん、すごい、12位13位14位の方がなんか似たような名前連続の、11位岡山オレンジさん、10位たとみちさん、9位ハヤズさん、8位マハラジさん、7位まさひろさん、ラッキーセブン、6位風神雷神さん、5位やんちゃおじさん、4位ナルドさん、3位にしさん、スリースリー、2位つりけんさん、ツー、そしてそして第1位はゆきよさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。皆様大感謝です。次は19時31分からやります。すごいこの曖昧な分数からやるのちょっと初めて楽しみクマ10個か船10個どっちがいいの？それは同じです。そう、同じです。でもどのギフトとかも一つを投げてくださるより10個をまとめて投げてくださった方がとにかくなんかいいんですよ1個だったら1個だけど10個だったら 1.2 倍ポイントが入るので、皆さんそう、もしそうギフト投げようかなと思ってくださったらそう10個チュン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 って 10連をしてくださったら嬉しいです。うん、じゃあもうちょっと時間ぴったりになったらやめます。クマもポイントになるようになります。じゃあありがとうございました。また後でね、バイバイ。